皆さん、こんにちは。水墨絵師の松木木善です。いつも見てくださってありがとうございます。えー、水墨画のマニアックな技法のお時間がやってまいりました。<laughs> えー、技法といっても、ですね、今日はあの春報をね、やってみたいなと思いまして、はい、皆さん、えー、前回までね、えー、山水風景画を描く上で、えーと、まず木々のね、描き方に特化して、天鳳をね、えー、用いて木々を。 描くという何個かある方をね。ご紹介して書いてきました、えー、今回はね。山岩にもそういったあの描き方の型みたいなものがあるんです。で、それを春闘と言うんですけれども、点描とか線描をね。基本としていて、あの,の山肌と言いますか？そういったあの構造とかいうのをかき分けるという手法になります。 でこの春にはね、ねいろ。いろな種類があるんです、ね、前回やったあの天保と同じような形でね。で、えー、今回はですねよく出てくる、えー、いくつかのピックアップして、えー、皆さんと一緒に習得していきたいと思っております。 で今日は、えー、不平気旬を皆さんとと一緒にやっていいいきたいと思います、えー、山やね岩でよく使う、あのー、技法になるので、あのー、覚えておいていただけると損はないかと思います。<laughs> 特徴としてはねあのーまあ、斧で薪を割ったようなそういう断面を描く表現になるので一緒に頑張ってやっていきましょう。 はいでは紙はですね今日もマシを使っていきますツルツルの面に描いていきましょう墨はですね河川の製墨使っていきます墨液ですすでにパレットに入れておりますはい。で、お筆はですね、えー、付けたて筆作業筆使っていきましょうご参考にしていただけるとありがたいです はい、で、水墨の紙、そして水墨画道具一式の選び方とか揃えておきたいアイテムにつきましては、過去動画にね、一度上げておりますので、お手数ですが遡っていただいて、そちらご覧になっていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、お筆をよく洗います。はい、で、えー、っとですね、毛先に濃い墨を拭ぐように取っておきます。 でパレットに押し当ててコロコロしておきましょうパレットコロコロ法ねこれ何やってるかというと彫刻はね水墨をする上で大切なことなんですけど過去動画にね詳しい彫刻の,の内容あげておりますのでお手数ではございますが遡っていただいてあのご覧になっていただけるとより理解が深まると思いますのでご覧になってください。 で簡単に申し上げるとねお筆に含ませた墨の量や配置で描ける技法が変わってきます。で、えー、パ,レットをしパレットにお筆を押し当ててコロコロしましたこれパレットコロコロ法ね勝手に私が名付けてるんですけれどもこれをするとね今から三木法を使って描きたいと思うんですがその三木法が簡単に作れるかなと思って皆様にあのおすすめさせていただいている方法になります。 もしよかったら試してみてくださいね。で、このまま描くとちょっと水分の多い山や岩肌になってしまうので、春風を描くときちょっとね気持ち水分少なめがいいと思うので、水分根元から取っていきましょうね。水分はね根元から降りてくるので、必ずこのねあの根元を水分取るようにしてください。毛先をね水分取っちゃうと、せっかく墨をつけて今長木でね。 今お布団の中いい塩梅ばいになってるのでそれを取っちゃうことになるのでなるべくね根元の方から取ってみてくださいね。ははい、では不平いで不きますね。山からちょっと書いてみました。 水分取りますね。 岩とか山とかか山ね、えー、こういう斧でスパッと巻き切ったようなこういう鋭いなんか断面を表すっていう表現の仕方が不気旬です山水風景画を頑張ってね描かれてる方多いかと思うんですけれどもその第一歩としまして、あのーまあ、前回は天保をねやって木々の描き方を を集中的にやりましたが今回はこういう旬法というね山や岩肌を描く時に使える型みたいなものがいくつかありますのでそちらの方をご紹介させていただきましたご参考にしていただけると嬉しいですはい、では、えー、最後まで見てくださいましてありがとうございました気に入っていただけましたらはチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。松木牧ぼでした。